空、青い空、青い空チャンネル、そらちゃーん、始まりました。青い空の YouTube チャンネル、そらちゃーん。急いでません。飽きてるみたいなコメント来てましたよ。なんかの動画で。私自身が。はい。そうね。そんなことないですよね。そんなことない。もらったやつです。もらったことです。もう一生やってきます、これは。やってきますから。はい、今日は何しますか？今日はですね、はい、苦手だったシチュエーション参戦っていうのをやりたいと思います。苦手ね。はい、苦手ね。あ、いや、NG みたいな、私、レッやったことないんですよ。なんかこう、女の人に責めるとか責められるっていうのがあんまりこうなんかこう意識的になかったっていうことかな。だから別にそういう話がなかったっていうのもあるし、まあでも NG になってたのかな。でもまあ苦手って言ったら苦手になるのかな。なるほど。かな。あと、まあでもちょっと作品でこれちょっと厳しかった、嫌だったなとか大変だったなと思うのが、その青い空本人として出た感じの作品。普通だったらさ、この人妻とかさ、 OL とか青い空ではない人物になった中のシチュエーションで撮影するじゃないですか。そうじゃなくても青い空本人としての撮影だったのね。例えば、なんか襲われるとかなんだけど、うわ襲われじゃんって、その歩いてたりとかして、はい、後ろからその気づかれてみたいな、前から歩いてきて分かんないけど、はい、気づかれて、うわ襲われじゃんって、ちょっとやらせてよみたいなやつ。すごい、もう心がね、もう折れそうだったそれ。まあすごいそういうの分かってくれてる監督さんだったので、はい、まあすごいケアはしてもらったけど、やっぱでもこの作品を見た時に実際そういう風になったらどうしようとか、そういう不安になった作品がありました。レンタルビデオって V シネだったんですかね。レンタル時代 と、セル時代っていうのがあって、はい、まあ、今は全然変わらないんですけど、その当時はレンタル時代の作品って結構ドラマ仕立て、はい、演技メイン、そう演技メインってわけじゃないけど演技いっぱいあるみたいな。だからもう2日間の撮影でもうほんとてっぺん超えることを、はい、その12時超えること多かったとか、そういう作品。普通の俳優さんとかも同じような質問受けたりすると思うんですけど、うん、学校の先生やったことないのに学校の先生やるみたいな感覚というか、真面目にやってない、はい、そこら辺は。真面目にそう雰囲気でやってる感じだって。だから本当どうせ早送りでしょみたいな、導入部分ぐらいだったらそんな真面目に演技しなくても平気でしょっていう感覚だった、A に関しては。そうなんですね。申し訳ないけど。でもレンタル時代はすごい頑張ってた、はい、セル時代はもう本当になんとなくやつ。そんなにきっちりこう役作りみたいなことはしてない。なるほど。うん、今のじゃあ2つが一応苦手だった。そうね、参戦なんでちょっとあと1個聞きたいんですよね。あとは地方のやっぱこう男性を罵ったりとか、まあエロい言葉を言わなきゃいけないとかなのね。エロい言葉でさ、この男性盛り上げるじゃないけど、はい、もうすごいチッってもうエロの塊みたいな感じだから、そう、チッの来た時に私できないですチッとか言って、で何ができないかってやっぱこう語彙力がないの私。なんかこうエロい言葉って言ったらもうチッしかないみたいな。クレヨンしんちゃんじゃないですか。だからほんととか言ったりとかするわけ。何食ったって思って。どういう風に編集するか分かんないけど。P です。その関面の時に、監督面接の時に、いや私もうどうしたらいいですかみたいな、まあ、もちろん台本みたいなものあって、大体の言葉は書かれてたりするけど、やっぱこうシチュエーションでこう出てくることがもうできないわけ。その場で何を言っていいか分からない。同じ。とかってなったらもう最悪です。でしょっていう感じだからっていうので、あ、これ大丈夫です今回はとか言って言われて、モニターつけるんでって言われて、イヤモニをつけて髪の毛でこう隠して後ろこう通して、まあ無線だけどね、でもやっぱちっちゃいこう
あるのは全部背中につけてとか、そう首の後ろとかにこう貼り付けてとかな、髪の毛隠してね。でそれでそれをね言うマイク、ちっちゃい声でマイクでこう言ってる人がいるわけ、はい、監督じゃない人ね、もうそれ専用の人なの。もうこの人すごいな、言葉のセンスと思うぐらい。女性？いや男性なんですよ。男性の声でこうやって聞こえるのあたかも自分の言葉かのように言ってた作品とかあるもん、ね、すごいよね、裏話。地上すごいですね、うん、無理だったんですね、やっぱ無理。そんなだって出てこないもん。どもったら終わりですもんね、だって、うん、だからちょっと面白い感じにさ聞こえちゃったりするわけ。あ、客観的にこうそうだから、でもちょっとね、あ、笑いそうになる時もある。あ、そうなんですね。そう、やっぱモニターつけてるとさ、はいはい、よく考えたら男の人の声でこれ何やってんだろうとかさ思ったりとか、はい、ちょっと客観的にこう自分を見た時にね、ちょっと笑っちゃったりとかするんですけど。それすごい裏話ですね。裏話だね、すごいよ。だからもうどん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 出てくるわけよ、その人は。うん、でそれをまたかも自分の言葉のようにして言ってるのも私すごいなと思いながらねえ、こういう作品としてはすごい地上物としてできたなっていう思う。何人かいるんですかね、そういう葵さんみたいに。どうなんだろう。でもその監督さんは多分そういう手法でやってると思うから、他の子たちもねきっとね。ほんと私はもっと語彙力がないから聞かないですか。葵さんが他の女優さんとかで聞いたこととかもない。でもや別に私が初めてだったわけでもないし、はい、っていう感じだったから、やってるとこは全然あると思う。初めて聞きましたよ、そんな。そうなんですよ、実はモニター付けたりするんですよ、めちゃくちゃ出てくるじゃんって思ったら、実はこうつけてるんですよ。すごいよね。誰も気づいてないですね。気づかないでさ 見れるんだったら全然いいよね、とは思いました、まあ、言っちゃったんですけど3個出た。3個出ました、3選、はい、まあそんなレスね。でもね、レスもしもやるんだったらちゃんとベテランの女優さんがいいなと思ってました。ほんと及川奈央ちゃんとか、なんかそういう一緒にこうやってきた子たちっていうの、なんかこう後輩よりベテランっていうか、もう私と同じぐらいのとは思ってました。なるほど、分かんなかったですけどねはい、そんな感じです。この作品じゃないかって、まあでもちっぽので探せばね多分出てくると思うんですけど、多分そんなにやってない、2、3個しかやってないんじゃないかな。レンタルじゃない、セル時代でね、セル時代の話なんで、それもうちっぽなかったと思うけど、はい。でももしかしたらその 2,3 本全部やってるかもしれないよね。いやもにいやもにちっぽのはまあ基本的にはもういやもにとか、あのカンペとか出てるかも。大変だな。はい、大変でした。気づいた方いらっしゃいますかこの作品じゃないですかっていうのをね、コメントに書いてもらえればちょっと調べます。お願いします。